ありがとうございます。ありがとうございます。といった感じですね。我々元祖忠松本舗はですね、昭和の歌謡曲とのね中心に、まあ普段お送りしてるわけなんですけれども、まあ、普段はねあの老人ホームさんとかにも行かさせていただいてね、ちょっと対象年齢も R80 とかぐらいから行くんですけども、はい、今日はね、80歳以下をとはい、今日は、若干下げ気味でいけるかなと若干ですけど、はい、まあ、それでも懐かしい、曲には変わりはないので、よろしければ、まあ、ご飯の休憩ついでに聴いてください。気軽に、はいはい、よいしょ。では続きましては昭和の懐かしい、アニメの名曲から曲を取っていきたいなと思います。はい、はい、これも皆さんご存知かと思います。聞いてください。
のはあいつの眼差し、あるかな幸せを夢に描く、痛めることを恐れるあまりに冷たく突き放す愛もあるさ。パンチさんもなくなったの で、 そうです、ね、はい、ちょっと追悼みたいになってしまいましたが、はい、新しい時代に突入して、時代は令和でございます。それでは一気にぐっと遡りまして、江戸時代に遡りたいと思います。では、今ルパン三世のテーマをやりましたが、ルパン三世の中に出てくる、新潟警部というルパンの宿敵ライバルですかね、はい、いらっしゃいますが、この新潟警部のご先祖様の歌を続いてお送りしたいなと思います。江戸時代に飛んでいただいて、次方平地の鳥の鳥を、次方平地ひくひよ、
令和へというのに我々はもう何をやってるんでしょうか。さあ、というわけで、ね、昭和の名曲というのはいっぱい残ってまして、ね、皆さんの耳に懐かしい、いつまでも心に残るような、そんなメロディーばかりでございます。というわけで、今日は非常にお天気もよろしくて、良かったですね。そうですね。はい、今ちょっとね、風も出てきまして、えぐわいに苦しいなと思いながらやらせてもらってますけど、続きましては、こんな青空に、ぴったりの曲をお送りしたので、ちょっと曲の方はだいぶ古いです。はい、まだググッとさ、ググッとなんか、昭和の何でしたっけ、初期ですね。昭和初期の。江野健さん、江野健さんの、曲はね、割と有名なので、聴いた方も多いんじゃないかなと。モダンな曲でございます。マイフルード、私の青空。夕暮れに仰ぎ見る輝く大空、日が暮れて
当地ソングを一曲お届けしたいなと。ご当地と言いましたら滋賀県です。全然違いますけど。どこのご当地ソングでしたっけ。宮城県は仙台市のご当地ソング。はい、まだまだまだ向こうは大変だと思いますので、ね、若干応援ソング。はい。こんな感じでいきますか。美しい緑の。はい。青葉城。来てあの人同じ。
というわけで青葉城冬歌でございました。はい、では続きまして先ほどルパン三世をやりましたのでもう一曲、アニメの曲、我々世代なんでしょうか。僕は世代ですけど、どうですかね。あ、これも昭和の曲ですね。そうですね、昭和のアニメですね。藤子不二雄先生の、キテレツ大百科というアニメがございまして、我々は、それのエンディングテーマをちょっとカバーしたので、なかなかにバイクが通りましたあ、気にしてないThank you.
はい、ありがとうございます。中途半端に懐かしいアニメでございました。まあ言うてもあのお互いもともと、もともとというかシンガーソングライターでございまして、オリジナル曲なんかも、はい、ございます。というわけでちょっと2曲ほど、我々のオリジナルにちょっとお付き合いいただこうかなと思います。はい、こんな青空にはあまり見つかわしくないかもしれません。まあ東沈んで映画でやってくる。そうですね、まあお月さんは出るんだよ。そうですね、お昼の天気と夜も天気じゃないでしょうか。というわけで、まずは僕が作ったんですけど、月の船という曲を聴いてI'm not afraid to die.
ねという曲でございます。ではもう一曲、まあ皆さん知らんか聞いてもあんまり面白くないかもですけど、もう一曲オリジナルをやらせていただきます、ね。だけども